大人の世界にようこそ。はい、本日はね、日曜日行われます七夕賞、こちらの予想の方してまいりたいと思います。先週に引き続きまた福島ということで、しかもねハンデ重賞ということで、非常に難解なレースとなっておりますが、その方してまいりたいと思います。で、早速なんですけども、まずこの福島というコースですね、先週のラジオ日経賞の時は内枠有利という、そういうコース形態だったんですけども、それはひとえにスタートから第一コーナーまでの距離が短いということがあったんですけど、今回の七夕賞に至っては右端からのスタートになりますんで、そこまで外枠が不利とかそういうことはないですね。なんで外枠の馬でも全然勝負になると思います。まずそんなところを踏まえまして、過去の傾向の方を見てまいりたいと思います。前走に3勝クラスからは0-0-3-10と来ても3着まで、はい、ということでね、いきなりの、重賞挑戦という形になりますんで、なかなか連には絡めないということですね。7歳以上は110-38、人気薄での激走もありということで、わずか2頭ではありますけども、7歳以上の馬も来ることもありますんで、しっかりとその辺は見極めていかないといけないということです。斤量57キロ以上で6番人気以下の馬は0-0-0-23ということで、このパターンで馬券圏内に来たことはありません。毎年3着までに6番人気以下1頭を絡むということで、荒れやすいハンデ重賞となっておりますんで、その辺も、加味して予想の方してまいりたいと思います。意外と逃げで馬券圏内は1108と少なく、その2頭には重賞連帯歴があったということです。その辺も踏まえまして、予想の方してまいりたいと思います。で、あらかじめ消してた今のところ4頭なんですけど、これは特に特に説明もいらないかなということで切ったんですけど、その他にさらにもっと切りたいと思います。絞っていきます。今回はねレッドランメルト14番人気ということですけども、昨年5着、ただオープンでの掲示板は6戦してこの1戦のみ、叩かれ2戦目の両カーは伺える、懸念材料は重馬場苦手で、もし天候不良なら迷わず消しでいいということで、いい枠を引いたことは引いたんですけど、ちょっと天気もですね、50% ということで、ちょっと晴れとはいかないんじゃないかな、雨かな、ややもんぐらいかなという予想で、となるとちょっとね、この馬は、っていうことで、ちょっとマイナスかなということで、消します。新た、福島記念3着2回や、中京函館など、ローカルの平坦馬場得意。昨年も同時期の巴賞1着など、7歳でも長く活躍する金亀3区だけに侮れない。ただ、アモババはプラスではないということで、先ほどの傾向で言った通り、11番人気で58キロ背負うということで、そういうところも考えて、ちょっと今回は消してみたいと思います。ノッキングポイント、左回りでの勝利しかなく、この舞台半信半疑。半枚のチェルビニアも右回り勝利なく、自身も重賞勝ちもあり、能力は認めるが、近況からもどうか、世代レベルからもここは見送りでもということで、このまま7番人気想定となってますけど消します。やっぱりちょっとね、右回りでの勝利がないっていうところと、ちょっと近況の感じから考えてもっていうところで、はい、消していきたいと思います。そして星雲プラチナ、3勝クラスで脱出まで6戦を要し、今回初オープンで重賞。勝ちはすべてスローで逃げ切りパターンなので、いかに楽にいけるかが鍵。今回初のチークピーシーズ着用で、さらなる状態アップも魅力だが、大外で後半までスタミナ持つかということで、一応このまま逃げる予定なんですけども、同型のバビットが、うちの方にいます。で、多分ね、花を取れると思うんです。ただ、大外からということで、結構その第一コーナーまで 500m ぐらいありますんで、足をやっぱり使うことになって、後半までスタミナ持つかなっていうところの、そういう懸念材料があります。そして何気にね、フェングロッテンとかこの辺も先行していく馬なんで、なかなかね楽にね花取らせてもらえないんじゃないかなということも考えて、今回ちょっと厳しいと思います。消しにします。はい、というわけで今回ね珍しく結構消しました。で、残った馬が7頭という形になりましたね。ということで、これはね、いつも通り寸評の方を行っていきたいと思います。ボーンディスウェイ、前走オープン2着で目処立った同じ舞台。福島も0-2-1-1とまずまず信頼できる。今回ブリンカー着用で集中力アップもプラス、重馬場も普通にこなせるということで。はい、今回4番人気想定となってますけど、私この馬本命にします。やっぱりね、福島もね全然多分
走れると思いますし、やっとなんかね本格化なったかなというような近況の走りを見ても、しかも今回ブリンカー着用で小畑騎手も、ブリンカー着用はプラス材料だということで、その辺も踏まえましてね本命にいたしました。レッドラリエンス、デビュー戦以外は全て馬券圏内と堅実、前走初のオープン戦も2着と健闘し、重賞制覇も時間の問題かということで、はい、まあ、とても堅実な馬です、今回も馬券に絡んでくる確率は非常に高いかなと思いますんで、対抗評価にしたいと思います。現在1番人気想定となってますけど、まあ、それもうなずけますね、この馬から勝てれば間違いないだろうみたいなところはちょっとねありますんで。カレン・ルシェレブル、重賞は昨年の福島記念3着が最高、差し追い込みだけに展開次第だが、先週福島重賞勝ちの田辺騎手騎乗が魅力、そこまで困り適性は高くないが、むしろ平坦が合うというタイプ、ハービンジャー3区だがそこまで表適性は高くなくということで、この馬は抑え評価ですね、やっぱり田辺騎手地元福島なんでね、先週もラジオ日経賞勝利しました。そしていい枠も引いた。で、馬の能力もそこそこあるというなると、これは抑えないわけにいかないですよね。ただ、この馬はやっぱりね、平坦校舎ということで、決して福島が合うという感じではないんで、プラマイゼロぐらいかな。そんな感じで、ちょっと抑え評価にしました。ダンディズム、昨年福島記念12番人気で2着など、ローカルなら当てにはしづらいが走る時がある。8歳だが、今年も小倉日経オープン勝利。あとは横の力関係次第、重馬場もこなせるということで、ダンディズムはね、抑えのさらにしたチョン、これにしときます。はい、多分来ないとは思うんですけど、ただ、何しろね、いつ走るか分かんないんですよね。12番人気に2着来たりとかあったんで、何気にもなんか突っ込んできそうな気もするからということで、抑えのさらに下の評価としたいと思います。リフレーミング、福島 2000m 2002勝。前走初の重賞挑戦で5着と目処は立った。後ろからになるので展開次第で台頭は十分可能。丸田騎手が3戦連続乗ることもプラス材料。重馬場は切れ損がれるためできれば避けたい。ということでね、リフレーミングがね、これがね、ちょっとね、すごい迷ったまであります。ただね、前々走、福島民放杯追い込みで差し切っちゃってるんですよね。福島っていうのはね、ちょっと難しいんでね、後ろから行くっていうのが。でも、同じ丸田騎手が、その勝った時の丸田騎手が継続騎乗ということも、もう勝ち方を知っているということもあるんで、抑えないわけにはいかない黒三角評価としたいと思います。現在3番人気想定となってますけど、ということでキングズパレスですね。はい。2000m、2400、福島未経験も、堅実な走りからここも好勝負しそうということで、この馬はね、まだなんとも未知のちょっと、馬というところで、2番人気確かに、分かりますね。 2000m パーフェクト連帯ですし、抑え評価ですかね、本命にはちょっとしづらいかな。ちょっともう一つパンチ力に欠けるというか、強いのは分かりますよ。堅実だっていうのもやっぱり先ほど言ったレッドラディエンスみたいな感じの、パターンでもあるんですけども、フェイングロッテン、去勢2戦目でさらなる前進見込める、前目につけて抜け出す競馬理想で、重賞勝ちの実績からもそれも可能、あとは58キロの筋量と外から星雲の逃げにつられハイペースにならないかが心配、重馬場もそれなりにこなせるだろうということで、言った通りなんですけども、星雲プラチナが多分わーっと行くんですよ。それにつられて、去勢したとはいえ、こうガーッとかかっちゃって一緒に上がっていくんじゃないかって心配もちょっとあります。そして潰し合ってこっていうことでも星雲プラチナもまず消したんですけども、いやーなんかね、確かに前走は2番手でうまく折り合いつけて競馬できたんですけども、あと58キロっていうとこですよね。ちょっとね、っていうところがありますんで、この馬はね、チョン評価、としたいと思います。はい、以上となりました。で、今回印つけた中で一番人気ないのが、ダンディズムかな。ダンディズムが来てくれればちょっと面白いかなという。あとはね、1頭ぐらい、その人気数来て、あとはもう、そこそこ、2番人気、3番人気、4番人気あたりが来るというパターンなんで、これでいいんじゃないかなと思います。で、買い方なんですけども、3連複ですね。ボーンディスウェイ、レッドラリエンスから、レフレーミングを一番厚く買って、
あとは三角の馬、この2頭それ買って、超評価の馬はもう本当に申し訳なさそうに100円程度しか買わないという感じですかね。一応3連単も買おうかなとは思ってます。ボーンディスウェイからレッドラディエンス、リフレーミング、あとこのチョンは買わずの三角かな、三角2頭。ボーンディスウェイ頭だったらでもね、今4番人気なんで、まあまあまあ、ついてくれるんじゃないか。組み合わせ次第でも万馬券多分狙えるような組み合わせもあると思うんで、というところでしょうか。はい。まあ前走のね、現地でラジオ日経賞を見たことによって、うわ、ほんと直線短いなと思ったんですよ、ラジオ日経賞。これじゃ外来ないよなっていうふうにして思ったんですけど、ただ、打って変わって七夕賞は、まあ、500メートルもありますし、ただ逆にね、直線がすごい短いんです、一番 A コースってね。そこがね、じゃあ逆に逃げ残るんじゃねえのって思うんですけども、今回逃げはね、多分ね、潰し合っちゃうと思うんで、先行馬の、多分残るタイプパターンかなと思うんで、そうなった時はやっぱりボーンディスウェイ、レッドラディエンスあたりかなと思うんで、裏表も買おうかな、これ。だと思います。はい。今回はね、割と自信ありますよ。はい。じゃあ、というわけで、本日は七夕賞の方を予想してまいりました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。では、次回もお願いします。さよなら。